ももん母ももは、皆さんこんにちは、ももはです。なんと韓国に来ています。イエーイ。隣には高橋ちゃんもいるんですけど、今日は韓国旅行の1日目ということで美容の旅をやっていきたいと思います。イエーイ。今日どこ行くんだっけ。あれ覚えてたんだけどな。あ、このくらいさっきやったよね。うん、実はこれ撮るの2回目なんですけど、でもなんか化粧品見に行ったりとかスキンケア行ったりご飯食べたりする日です。ということでお楽しみください。じゃあご飯食べてきます。バイバイ。あら、お隣さんはキラリちゃんです。こんにちは。初めましてだよね。初めましてです。で、まこちとあやみんもいます。イエーイ。頑張りいただきます。めっちゃ可愛い。すごい。しかもなんとこの抱き枕みたいな大きなクッションいただきました。めっちゃ可愛い。これルナさんの会社に来ました。すごい。待って、あれ、あやみんはみんみん、あやみん、バイ、あれ。私のやつはご訪問いただき圧倒的感謝。どういうイメージ持たれてるこれ。皆さんのためにご飯食べていただきました。なんかパフの形がちょっと変わってる。あとでパフ、後でパフも見てください。これ使う。なら机めっちゃ明るい。何番え、ナンバー07かな。7色あるから人気ってことですかね。そうそうそう、めっちゃ明るいよこれ。これを鼻筋とここに使うって言ってたよね。どうなるんだろう。でも確かにさ、ハイライトとかもさ、ここにちょうどつけるじゃんか。一緒の感じなのかな。え、めっちゃテクスチャーが柔らかいこれ。今日すごい時間経ってるからさ、なんか重ねて塗ったらさ、おかしい感じになりそうなのにさ、めっちゃ軽めにポンポン塗れんの。あ、めっちゃ顔色明るい。しかもめちゃめちゃ綺麗に乗るんですよこれ。え、めっちゃ良くない。え、すごい。すごいね。え、ちょっと伝わるかな。伝わるかな、この感じ。え、調子乗ってここにもやっちゃおうと。ほら、めっちゃいいよね。本当だ。めっちゃ好きこれ。絶対持ち歩くんだけど、マストアイテムにするわ。もともと何をイメージされてこの形になったんですか。そうですね、こちらの商品が、コンピーライトクッションという商品なんですけど、パフの形がすごく変わってますね。こちらはですね、このように3つの指を入れて指のデザインに沿って使ったデザインとなってるんですよ。なぜこのようなデザインにしたかというと、指の圧を均一に伝えるためにわざとこのようなデザインで作らせていただきました。細かいところに届きますもんね。そうですよね、小鼻とか。はいはい、めっちゃ隠したいですよ、そこ。そうですよ、すごい。そのためのアヒルの足なんですね。アヒルの足ですね。ここが皆さん重要です、アヒルの足。この商品開発したヒストリーありますよね。そうですね、これはあの韓国のすごい有名なアイドルのメイクアップアーティストさんとコラボしてった商品で、使ったらアイドルのような肌になれちゃうっていう。めちゃくちゃありがたい。そうです。でコンピライトっていう意味で、これはラックでちょっと 軽いテクチャーでちょっとツヤが出るって感じの商品なので、今時のそ の, あの結構女の子の好む形のテクチャーです。使ってください皆さん。ぜひともプロだ。プロの方だ。ぜひともこちらとこちら合わせて使って美少女になっちゃってください。声買った、声買った。この可愛いスタジオはワンデイズユーさんのスタジオです。めちゃめちゃ可愛い。商品が全部置いてあるんですけど、なんかこの商品は9点でめちゃめちゃ売れた商品なんだけど、私も見たことあるんですけど、なんとそれのスタジオに来ることができました。めちゃくちゃ嬉しい。今から説明聞いたりとか、あとなんかみんなでわちゃわちゃしたいと思います。ワンデイズユーから毛穴専用に特化したパックが別に出てきてまして、この専用のパックに全面にこうやって浸していただくんですけど、この浸された、はい、
パックをそのまま貼るんではなくって、やっぱ毛穴って開いてる状態で溶かしてあげてから最終的には閉じてあげることが一番大事なので、湯船使っている時とかに鼻に15分ほど放置していただくと、多分今まで取れてなかった皮脂とか、あとは白いこの老廃物が浮き上がってくると思うので、その老廃物をこのデコボコの面で指に巻いていただいてからこう取っていただくっていう使い方になります。あとですね、次がオイルなんですけど、こちらのオイルでして、このオイルが自然由来成分 85% 入っているので、本当に敏感肌の方でも全然重くなく使っていただくいただけるようなテクスチャーになってまして、実際このメイクしている手に使っていきます。結構オイルの見た感じは重かったテクスチャーなんですけど、実際流してみると水のようなサラサラしたテクスチャーで、今この状態で一般的にはクレンジングをこうやってされてると思うんですけど、この状態でそのまますぐ洗い流しちゃうと全くクレンジングの効果ができてなくって、本当に水洗いだけしたような感じなんですよ。なのでオイルが透明な状態ではなくって、必ずこういった水、洗い流す前に水を数滴こうやって入れていただくと白くなっていくんですけど、はい、めっちゃすぐなりますね。そうなんです、この白くなる状態を乳化って言うんですけど、この乳化されてる状態でこうローリングして落とすことが一番クレンジングでは大事になってきます。意外とやってない人多そうですよね。そうなんですよ、やっぱり透明の状態でもうオイルだけ塗っとけばクレンジングって感じで終わらせちゃう方々いらっしゃると思うんですけど、もうそれじゃダメで、必ず乳化をさせてからローリング後に洗い流していただくと、取れてなかった汚れが本当にもなります。めっちゃありがたい情報ですね。ぜひご自宅で参考にしていただければと思います。せーの、プロベン。2日目の朝です。おはようございます。はい、なんとリアルバリアさんの本社に来ました。こんな感じで商品が並んでおります。で、私はめちゃめちゃアトピー肌なんで、病院にしか売ってないめちゃくちゃ保湿してくれるクリームみたいのがたくさん売ってて、私にとったら夢のようなところなんですよ。しかもね、これ韓国でしか売ってないんだって。韓国の病院にしか売ってないらしくて、日本だと9店に売ってるみたいなんですけど、でも基本的に韓国で発売されてるものなので、今回はその本社に来ることができてめちゃくちゃ嬉しいんですけど、説明を聞いていきたいと思います。行ってきます。寝た宇宙みたいなデザインした理由が、メタっていう意味が次元を超えるっていう意味なので、このクリーム自体が他のブランドとは違う、他のブランドより超えた製品っていう意味でメタクリームって宣伝してる。そういうことなんですね。日本の方って韓国の人よりお肌が薄いんですね。だからアトピーも多いし、シワも出やすいんです。なのでそのちょっと保護守るクリームで、じゃあ本当にアトピーの人とか使うようなやつ。これ病院で買うんで、病院の。めっちゃありがたい。5000円ぐらいします。病院でしか売ってない。病院でしか。そうです。じゃあめっちゃ効くんだ。何ですかそれは。病院にしか売ってない激レアアイテムみたいなんですけど、これを使うとめっちゃ保湿されてよくなるらしい。5000円だってもらえるのかな。お昼はこんな感じでいきたいと思います。あ、すごい仏教みたい。どういうこと。美味しそう。甘いんです。なんか縮みでも甘いんだって。おいしい。違う、さっきとめっちゃおいしい。なんかじゃがりこを潰してあげた感じ。なんか例えたじゃないですか。さっきから変だよ。アビブの会社に来ました。来ました。これから入るのが楽しみです。行ってきます。行ってきます。すごい、めちゃくちゃすごい、サプライズすぎる。
ただいたんですけど、私めっちゃ敏感肌なんだけど、これももう赤ちゃんとかから使えるぐらいなんか敏感肌の人もいけるんだって。で、塗り心地がめちゃくちゃ良くて、水みたいなんだけどちゃんとしっとりしてくれるみたいな。で、詳しいことをちょっとアウさんの会社の方に聞いていきたいと思います。めっちゃみずみずしいですね。そうですね、けどめっちゃしっとりしてくれる感じがあります。私も敏感肌なんですけれども、これ使ってて、これも結構、肌に優しい感があって、これもおすすめで、エッセンスなんですけれども、これもリクダメエッセンスで、トーナーの次のスタッフ、次の段階にこれ使っていただいて、これも手に、これもみずみずしい、みずみずしいですね。じゃあライン使いする場合はこの後に、じゃあこれが、最初に使っていく、これが一番最初。そうです、そうです。わー、このめっちゃありがたいサイズ。トーナー自体が、こっちに入っている感じ。部分用にパックできる感じ。そうです、そうです。うん、この3個がそのドクダミラインの中では一番おすすめの商品になります。これを使って次これで、それからのこれ、はい、すごいですね。その後にクリームも、グラミクリームなんですけど、はい、色味がめっちゃ可愛い緑になってて、めっちゃしっとりしてますね。そうですよね。けど伸びやすいですね。そうです、そうです。少量でもめっちゃ伸びる。これで多分敏感肌も相当綺麗になるし、保湿もできると思うので、家で頑張って保湿していきたいと思います。かわいい。こちらのエコバッグに入れて掃除機になります。ありがとうございます。ドクター G の会社に着きました。めっちゃでっかいビル、中に入っていきたいと思います。行ってきます。なんとウェルカムボードみたいなものを作ってくださったんですが、たぶん6年とかそれぐらい前の、高校2年生とかぐらい前なんですけど、めっちゃ聞かれてた。韓国にたくさんのドクターが作るブランドがあると思うんですが、ドクターが作るブランドの中で本当のドクターが作ったブランドはドクター G のみなんです。へえ。このスージングクリーム、ね、ご存知の方いらっしゃいますか？はい、あ、本当ですか。ありがとうございます。ドクター G の中で一番ヒーローアイテムとなりまして、で、2000万人が使ったことあるクリームとなっています。めっちゃ実験室だ。理科のさ、部屋みたいだね。気まずい、誰も反応したかった。はい、はで、目、ね、目と手の間ぐらいで化粧水で答え練習したのに。あ、やめて。もうこれ原料全部入れたので、これをまず一度言います。一緒に完成いたしました。孫仙人カムサンダ、言った。嬉しい。韓国移住したい。皆さん、3日目です。もう服装も変わっておりますが、もうテラスハウスみたいなところに来ております。皆さん、昨日行ったドクター G さんの大人気クリームなんですけど、これのクレヨンしんちゃん版が期間限定で発売されてるということで、今回ちょっと開封していきたいと思います。しんちゃんのポーチがなんかついてるみたいで、しんちゃんとぼーちゃんと白、多分どれか出てくるんだけど、どれ出ても嬉しいの。でも個人的にはじゃあ白かしんちゃん出てほしいけど、しんちゃん結構持ってるから白だったら嬉しい。あ、こっからもうさ、見て、こっからもうしんちゃんいる。かわいい。めっちゃかわいくない？やばい。え、しかもポーチでかい。白ー。え、待って、ポーチめっちゃでかいよ。いや、これはね、残念ながら韓国でしか売ってないという期間限定なんだって。韓国のだから日本で持ってる人は数少ないよ。ぜひ韓国に旅行とかで来る際があったら、6月3日とかなんかそこら辺で発売って言ってたので、キンキンに来る予定がある方はね、ぜひゲットしてみてください。ありがとうございます。はい、最後のご飯です。最後、まこちゃんはちょっと別のね、カンナムに行ってるんですけど、お、すごい、残った組でご飯を食べていきたいと思います。最後、あ、来た。
おお、すごい。やっとチーズですね。チーズ来たよ。ね、本当にキャラどうした？はい、ということでオリーブヤングに爆買いしに来ました。めちゃめちゃでかいんだよねここ。日本にもありそう。だけどここはなんかいろんなコスメが詰まってて、結構日本の子が来るともう絶対行くって言われてるぐらいに有名なお店なので、オリーブヤングでちょっといろいろとコスメとかスキンケアとかを見に行きたいと思います。行ってきます。え、見てこれじゃない？リアルバリア、昨日行った会社のトナーです。説明してもらったやつ。テスターがあるね。うわ、もう説明してもらったのにまたやりに来るっていう。これめっちゃいいのよ。だけど入り口にすぐそばにあるってことはさ、やっぱすごい人気なんだね。え、めっちゃいい。いっぱいありますね、リアルバリアさん。いっぱいあるね。で、テスターがさ、全部使えるのよくない、うん、スキンケアでテスター使えるとこってあんまなくない？確かに。めっちゃいい。これすごいおすすめですよ、皆さん。ちょっといろいろ他の回ろう。なんか昨日行ったさ、会社のやつないかな。ちょっと見てみたいよね。これじゃないですか。日焼け止めだ。ドクター G さん、ドクター G さんのやつ。え、ちなみに私今日もドクター G の日焼け止めつけてきてんのよ。韓国結構今日暑くて紫外線強そうだったから、しかもこれ50プラスで乾燥肌とかめっちゃ肌が弱い人にも使えるみたいな感じになってるから、すごく日焼け止め効果高いけどできるみたいな。あ、昨日とちょっと違うタイプだけど、もう今日も紫外線すごいからね、しっかり対策していきます。しかもいい匂いする。昨日私が発明受けたのはこちらの日焼け止めなんですけど、これも大人気ですね。これなんかいろんな種類あるからさ、みんな自分が好きそうなやつ選んで買うといいかもね。すごいよ、塗るタイプもある。多いよね韓国。え、めっちゃありがたくない？塗るタイプ、デオドラントのやつみたい、脇のやつあるよね、塗るやつ。あ、それアメリカのやつだ。日本のやつであんまなかった、ごめん。Sorry、 間違えてアメリカン出しちゃった。オリーブヤングで爆買いしてきました。え、なんかね、パスポートをねレジ通すときにパスポート見せたのね。多分免税になるんだと思う。なんかちょっと安めに買えたんだと思います。あと結構いろんな商品がセール中になってたからめちゃくちゃおすすめです。日本で買うよりも多分安く韓国コスメが買えると思う。まあ本場だから当たり前かもしれないけど、皆様もぜひ爆買いしてみてください。嬉しい。はい、皆さん、なんと韓国4日目でございます。今日はちょっとリップ以外はすっぴんなんですけども、これからなんか自分の肌にどういう治療が合ってるかを確認してくれるクリニックみたいなのがあるんで、どういう治療するかわかんないんだけど、だからすっぴんの状態で今日は来ました。クリニック着いたのでクリニックに行ってきます。ということでクリニックに行き終わりました。ピーリングと、まあ、お肌のターニングをやるやつをやってもらったんですけど、え、ぶっちゃけ正直なことを言うと肌めっちゃツルツルになったし超嬉しかったんだけど、ピーリングはすごい気持ちよくて寝そうな感じだったんだけど、お肌のあの美白治療っていうのかなは痛くて途中すごくだそこ撮ってもらってるんですけど、こうピピピピピって多分レーザーするのがなんか結構燃える感じがしてすごく痛かったんですけど、なんか肌すごいことになってんじゃないかなと思って鏡見たら全然何もなってなかったから、なんかでも痛かった、すごい焼けたんじゃねえかって途中思ったんですけど無事でした。え、ちょっとトーンアップした？したかもね。いや、これからかもしれないけど、なんとか気持ち的にはちょっとトーンアップしたなっていう気がするんだけど、これからが楽しみです。1ヶ月間をかけてなんかいろいろと変わっていくみたいなので楽しみにしてます。終わりました、韓国旅行。韓国は5日間通してとっても楽しかったので、とね、日本に10時過ぎぐらいに着くんですけど、か多分もう飛行機では爆睡してると思うんですけど、本当に楽しい韓国旅行でした。アニョン。
なんでいるんですか？聞きたいんやけど、なんで前後の席なんですか？まさかのソワちゃんが飛行機で前後っていう。しかもびっくりすることに鬼だるぎっていう。鬼だるぎなんか。めっちゃ恥ずかしい。もうさ、現地の韓国人みたいな服着てんのよ、一番。一番現地。ほぼすっぴんよ。もう寝る気やから。嬉しい。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。